人間がする遊びというのは一体何なのでしょう。遊びは動物だってしますが、うちの猫でもしますけど、それは置いておいて、遊び、長く見てゲームの面白さの本質解説として多く引用されてきたものに、遊びと人間という本があります。1958年、ロジェ・カイヨワの書。人の考え方をただ引っ張ってくるというのは私はあんまり好きではありませんが、ここでもあんまりしないですよね。でも役立つのでご紹介しますと、遊びというのは4つの要素があると定義されています。アゴン、つまり競争のこと。これは現代で言えばスポーツの対戦ゲームも含まれますね。アレア、これは偶然、ギャンブルやランダムなどですね。ミミクリ、模倣、何かに似せたもの、シミュレーションとか職業ゲームとか。イリンクス、めまい、ジェットコースターや高速スクロールを想像してもらえれば。ちょっと聞いただけでも全て現在のコンピューターゲームに当てはまりますよね。ゲームの魅力の全てを網羅できるとも言えませんが、要素分解は大事だし、何より面白いですね。私の言うゲーム性、つまり駆け引きとは、主にアゴン、競争のことを指します。単純にフィジカルでの有利不利ではなく、必殺の一手が勝敗を分けると。私が作るゲームとしても、アレア、ミミクリ、イリンクスの要素ももちろん多く入っています。アレア、偶然はランダムを使った仕様などいっぱいありますから、偶然出たアイテムが勝敗を分けたり、ミミクリ、模倣はゲームの情報量、豊かさを増やしてくれます。硬そうな床や大きく振りかぶる技、ヒットオンは痛そうだと認識できるのも現実があるからです。イリンクス、めまいは生理的な気持ちよさです。苦難の末相手を気持ちよく吹っ飛ばした時とか、落下するのが怖いというのもイリンクスに関係があります。遊びと人間の考え方は、今まで当たり前のように思っていた遊びの本質について気づきを与えてくれるかもしれません。といったところでご紹介終わり。なお、私自身の遊びに対する考えも申し添えておきます。遊びは人が活力を得て生活をするための訓練のようなものだと思っています。何か行動して楽しく思うこと、そこから生まれる身体、精神、知性などを含めた様々なこと、運動、反射、考察、知性、感情、ルール、そして社会とか、子供の時から何気なく繰り返す遊びというのは、様々な無形な価値を与えてくれます。また遊びは本来そういった訓練というようなハードの印象ではないですよね。その頃癒しになったりもします。生産行為とは関係ない、仕事とは関係ない、意味のないことに喜び楽しむ、これは意味がないなんてことは全然なくて、人が人らしく暮らしていけるための様々な試みなのではないかなと考えている次第です。